こんにちは、タイハッピーです。今回の動画はタイムボカン24のオケドリラー、オケラトドリルのボカンメカです。両腕は削岩機みたいになってるんですかね。まあ、オケラモチーフということでね、地面の中潜ったり、まあ、こういったキャタピラドリルっていうメカはねすごい好きなんで嬉しいですね。ただね、毎回思うんですけど、ここのね説明は何が得意とか不得意とかそういったのを書いておくとすごい嬉しいかなっていうのはあります。どういう攻撃が得意とかね、あった方がで、メカブトンとも合体可能です。今回はロボ形態のコスプレドッキングはなしで、メカ形態のスーパードッキングです。まあ、そんなわけでね、ちょっと見ていきます。結構オレンジが強いボカメカなんですけども、あ、すいません、おお、めっちゃオレンジ、すごい。はい、それではまずね、サウンドユニットから見ていきます。絶縁シートを抜いて3種類の音声いきます。和風というか、なんか変な音というかね、結構なんか耳に残りますね。はい、それではサウンドユニットに足パーツ、まず右側を取り付けます。そして反対側にも取り付けます。まあ、足とボディの下半身がワンセットですね。で、下半身を左右止めます。そしてその後ろにテールパーツ取り付けます。はい、裏面なんですけども、ぐるぐるドリル溝に合わせてはめ込みます。続いて腕を前に、反対側も前に、これでオケドリラーの完成です。はい、続いてはスーパードッキングしていきます。まずオケドリラーを分解します。テールを外して、足パーツ左右を取り外しで、ドリルバラバラにします。サウンドユニットの正面にテールパーツ取り付けます。オケラの腕、この足パーツはキャタピラを2分割、中央から展開します。はい、反対側もキャタピラを展開で、展開しましたら開いた方ですね、後ろの足に合わせて止めます。そしてこのように変形させたメカブトンの先端にドリル装填します。で、ジョイントが左右大きさ違いますので、まあ、ドリル側も同じ大きさなので合わせて止めます。手動で回転、メカブトの腕の付け根の黄色いジョイントにこの白いジョイントの下側を合わせて止めます。反対側も同じように止めます。1箇所だけで止めるんですよね。最後にサウンドユニットを合体。この3種類の音声が鳴ります。続いてクワガッタンのスーパードッキング、ボタンの音声は2種類です。まずは装着音、
スーパードッキングの形態ですとメカブトンよりクワガッタの方がかっこいいなと感じます。ただね、クワガッタン自体のメカ単体の問題なんですけど、後ろの足が遊ぶほどにね取れやすくなってきてるのがすごく難点ではあります。でやっぱりボディの後ろ、ロボでいう足の部分もねやたらと外れやすくなってますし、ここのねボールジョイントがもうすごく緩くて、でトリセツもね図のように変形って書いてあるんですけど、トリセツ自体がちょっと見にくいので何が正しい形態なのかちょっとね分かりません。ただまあ転がし走行するときに擦らないような位置には変形させてます。そんなわけで以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。